階だけ構造が変なんだよな。そう、昔ここの修繕工事を請け負ったことがあるんだ。その時どうしても4階が1部屋少なかったんだよね。オーナーにそのことを問い合わせたんだけど連絡がつかなかったんだよ。後から聞いた話だと、そのオーナーそのまま行方不明になったらしいんだ。なんか気持ち悪い話だろ。このホテル4階の間取りだけおかしいんだよな。部屋が足りないというか。問題のフロアは4階だったな。なんでこんなところ入ってるんだろう。うまくやるじゃないか。おかしなところがないか調べてみようぜ。この壁妙だな。妖怪？塗り壁か。こいつが部屋を隠していたのか。部屋の中はどうなってる？塗り壁に閉じ込められちまったんだな。まあ、こいつは閉じ込められて本望だったみたいだけどな。絵の中の女の人に恋をしてたんだろうね。これって…塗り壁っていう妖怪の仕業だったよ。オーナーの行方不明もそれが原因だった。妖怪の仕業？それじゃあ俺にはわからないわけだけど、いろいろ謎が解けてよかったよ。